明治大学、明治大学文学部、明治大学文学部は、明治大学に設置されている文学部である。1949年に設置された。リバティタワー夏目漱石専門学校令による、明治大学の文学部は1906年、国語漢文、英文、仏文、読文の4学科をもって新設されたが、1908年に、 修行年限を切り上げ、第1回の卒業生を出しただけで、学生募集を停止してしまった。教員の数よりも、学生の数が少ないのでは、経営が成り立たないというのがその理由であった。当時の講師には、夏目漱石、上田里内海光造、戸張畜風、服部美リ桑原実造などがいた。学生募集を停止した後も文部省への廃止届は出されず、 学則上文化は存続していた。そのため文化再興を求める声は、たびたび上がったが、主に財政上の理由で実現しなかった。1931年、明治大学創立50周年記念祝典を契機に、文化復活運動が起こった。こういう、津村拓夫、圧戦役に、赤髪良、譲る、畑孝一、松崎み関東隆則、 長竹武氏などが参加して、文化復活懇談会が組織され、翌年2月25日の臨時将棋委員会及び29日の特別委員会で専門部門下の復活を決議、文芸、死学、新聞の参加をもって4月に開校を見るに至った。1932年に復活した文芸家の講師陣なり物入りで復活した文化では、あったが、しばらくは文芸家240人、 私学科150人の学生定員をなかなか満たせず、他の都がからこんな欠損の門下なんか潰してしまえと批判されたこともあった。しかし、昭和15年度から志願者数は増加に転じ、太平洋戦争中も地力家が学生募集を一時停止しただけで、文部省から門下の廃止を求められることもなかった。戦後間もなく専門部門下を旧制文学部に、 昇格させることが検討されたが、新学生への移行が目前に迫っていたこともあって、旧制度下での文学部昇格は見送られた。現在の文学部は、第二次大戦後の1949年に、専門部門科を新生大学に改祖することを契機として開設され、翌年には、考古学専攻を新設。二千二年に、心理社会学科。二千四年に、文学科に、 文芸メディア専攻を設置。さらに2018年、心理社会学科に、哲学専攻を設置して、現在に至る。我が輩は猫であるは、創籍の明大在職時代に書かれた、私学地理学科考古学専攻は1950年に誕生した、神田古書店街。ありがとうございます。